グヒロシボ出土のせっかく公平の冠白玉レリーフグ。ヒロシボは、中国産青少体原子新元区で出土した、隋の官僚グヒロシとその祭祀の合奏母であり、中原地区で今までに発見されたうちで唯一正確な記念の、わかる、祭域、中央アジア文化の墓奏である。グヒロシボ氏の宅へ服装された母子の死骸には、大隋古義堂恐れ公母子のくじが転刻されている。 母子の詩文には、こう意味な広シ、アザ、爆ン、ウオ国上、ジョージン人なりと記載されており、ここから被壮者の本名が、グヒロシといい、ジオ、爆ンといい、ウオ国の上場の出身であると知ることができる。せっかく上のレリーフには、連代の上の成果が描かれており、つまりは、彼がゾロアスター教の信徒であることを表している。グヒロシは、十前国王の命を受けてペルシア、 豊久根、月氏などの西域国家にでつかわし、かつてのパルティアの統治した地域をめぐっている。後には北西にでつかわし、その後は北西にとどまり、北州都随の官僚を務めた。具ヒ氏は北州において、兼業札法府に任じられているが、札法は、即ド語の SRTPW からの音訳であり、元の意味は、正体の狩領である。当時は中原に進出した。 ソグド人は数多く、朝廷の設置した、札穂の官職は中国に進出した、外国人を管理する事務を担当し、これは中原地区で唯一外来語で命名された、官職であった。久ヒ氏は、去年59歳で592年に死去し、埋葬された。最終官は、隋の護5品の軌道三氏であった。せっかく上のペルシア風のレリーフから推測するに、ウ国は、 中央アジアに位置していたということができるが、それがどこに当たるのか、今なお決定的な説は示されていない。具広市の墓は、大元市新年区新市陳の大角村に位置しており、1999年に出土したレンガ済みの単室墓である。墓板叩きはすでに壊れており、現存の墓道、妖道、墓門及び墓室は、全長が13.65メートルである。 母室中央の北寄りに放棄か前の貫白玉の、せっかくが安置されており、八貫白玉の石中、石用、東洋、銅線、白磁湾、母子名など副葬品は80件余りある。長さ2.48メートル、幅1.38メートル、高さ2.17メートルの貫白玉のせっかくは、各、いただき、各見。 底部の三部分数十個の物件で構成されており、長部は三階間結三丁の建築様式である。刺繍はレリーフで覆われ、レリーフ画面の一部は、ひさし金が施されている。レリーフ画の内容は、円印図、学部図、狩猟図、下挙図、上手図、考慮図などである。レリーフの中の人物は皆花が高く目彫りは、深く髭の濃い高カソイドであり、 その中の少なからの人物の頭には、ペルシアの実月花もいただいている。その他の図案にもククミジュ帳、くくみじュちタイジュバ、コトおマイ、頭部に、戦形帳をつけた人物など、ペルシアや中央アジアの風格が濃厚である。この他には、ローマ帝国で崇拝を受けたインドとイランの神である、ミスラの写しみがレリーフ中に現れている。これらのレリーフ画は、 五種の故郷の風物を再現するのみならず、具広氏の進行するゾロアスター教の第一級資料を提供するものである。このほか、具広氏母のせっかくには核があって、棺がないのも中原の曹操収束と完全に異なっている。石板レリーフ後のトレースせっかくテーブの再エ石板具、広氏のせっかくの刺繍内外には大小様々なレリーフと絵画54のがあり、 主構成部分の旧のの石板レリーフ画は二組に細分できる。第一組は母種の現世での生活を表現しており、第二組は母種の死後の天国での情景を描写したものとするべきである。旧幅の石板レリーフ画の分別は次の通りである。剣馬及び、神芽の図種の醸造及び猛詞が神芽と戦う、ズラクダに切って死を漁す、及び、 各景気を持つ個人の図ラクダに切って死を漁す。及び大隅王の図演員及び人主白刀の図像に切って死を打つ。及び、国民主長の図考慮飲食及びヤギの図執行休憩。及び本主化の図際執行及び牛主白刀の図。またの名を捧ぐ数中国人民大学国学院副教授の筆波の交渉によると、第5幅の演印図は、 グヒ広シ夫妻が退座して縁の増している場面を描いているのではなく、その中の女子は、ゾロアスター教の展開の心霊の一種、ダイエナーとするべきで、このレリーフ画の主題は、母種の霊魂が天国に入った後の美しい情景を表現したものであるという、ありがとうございます。